はい、どうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします、今回はね、 UFO に関する話なんですけれども、アメリカの元国防情報局の職員だった女性が UFO の基地の存在を暴露したっていう、そういう話です。彼女はアンジェリア・シュルツ氏という名前でして、去年の8月にワシントン DC のリンカーン記念館で驚くべき記者会見を行ったわけです。その内容っていうのは、彼女は常にエイリアンとコンタクトを取っている状態であり、現在の人間はより高次元へ進化する必要があると言われていたそうです。宇宙人にね、具体的には言語を必要としない新しい形のコミュニケーション、これおそらくね、テレパシーでの会話のことだと思うんですけれども、それらを習得する必要があると宇宙人に言われたんだそうです。さらに彼女はカリフォルニア州のモーハベー砂漠にエイリアンの基地が存在すると主張しておりまして、で、年内には科学者とか報道記者、作家、宇宙飛行士などといったメンバーでチームを結成して、その基地へ訪問する計画を進めているんだそうです。これらの内容の記者会見は確かね、YouTube にも動画として公開されているはずです。で、彼女は宇宙人との接触を持つに至った経緯をこう語ってます。ある日、2人の見知らぬ人物からモーカベー砂漠の基地に通じるトンネルに案内されて、そこで2人のエイリアンと意思を通じてコミュニケーションを取ったとのこと。これらのエイリアンは平和的存在であり、人類とコンタクトを取る用意があると説明しています。彼女は祈るか瞑想することを勧めておりまして、誰でも宇宙人とコンタクトを取ることは可能であると。常に彼らはコミュニケーションを取ることを望んでおり、私たち全員がつながっていることを認識して、その意識を次の段階へ持っていくことを勧めています。今までもね、宇宙人とコンタクトを取っているっていう人たちは何人も存在してまして、その人たちのインタビュー記事などを読んだことありますが、大体ね、言ってること似てるんですよ、私たちの思考や意識を次の次元へ持っていくべきだ、進めるべきだって言ってます。そしてそこには平和や共存などを訴えており、宇宙人はどちらかというと我々を次の段階へ導くもの、まるで神であるなどのごとくと話しています。今回ね、彼女も祈りや瞑想を進めてますけれども、これある意味ね、宗教地味ってませんか。別に否定するわけではありませんが、祈る対象が一体どうなのか、神に祈るのか、それとも宇宙人に対して祈るのか、そういったことを考えるとね、我々が神と崇める存在が実は宇宙人だったとする説に結びついていきそうなんですよ。これ彼らと神がもし同一人物だとするならば、彼女らは神の啓示を受けた人物と言っていいかもしれない。古代の壁画とかにね、神に対する、祈りをしている絵とか、あとね、UFO らしきものが描かれている絵とかって結構あるんですよ。あるんですけれども、大体ね、その壁画に描かれている神の姿っていうのが宇宙人であること多いんですよ。我々がね、神って崇めているのが実は宇宙人だったと。で、彼らが我々に対して早くもうコミュニケーションが自由に取れるように登ってこいと、進化してこいと、そう言っているのかもしれないですよね。ただちょっとね、一概に、なんだろう、これ本当に下手をすれば宗教的なその洗脳とかもされかねないので、やっぱりね、事の真相をね、確かめながら
これは事を運ばないと非常にね、ただ一概にね、その UFO の目撃者の言うことを全てそのまま受け取って信じてしまうと危ない部分も私はあると思うので、ある意味慎重になって考える必要があるんじゃないかなって思ってます。